もう少しで本番が始まるんですけど、初めてのバースデーイベントなので、少しっていうか、かなり緊張してるんですけど、先輩たちのバースデーイベントの DVD とかを見てきたので、頑張りたいなって思います。自分なりに頑張りたいなって。でもやっぱり楽しいことが一番だなって思うので、楽しんで頑張りたいなって思います。はい、今日は私のバースデーイベントに来てくれてありがとうございます。はい、先日の5月28日で14歳になりました。ありがとうございます。はい、そうですね、アンジュルムに入ってからは初めてのバースデーイベントなので、かなり緊張してるんですけど、自分なりに精一杯頑張りたいなって思うので、最後まで一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。なんかさっきの1公演目の時に、なんかバースデーの歌ですか、あれ歌ってくださって、もう本当分かんなかったのでびっくりしたんですけど、嬉しかったです。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。それでは歌に行きたいと思います。待ってください。はぁ、びっくりした。大丈夫です。ごめんなさい。すいません。キモかった、今めっちゃ。この子でした。ごめんなさい。すいません。ありがとうございましたすっごい楽しかったです、もう。バースデーイベントって、やっぱり一人なので、やっぱ緊張するもんなかなと思ったんですけど、でも緊張より今は、なんか楽しかったなっていう気持ちが、一番にありますね。すごい楽しかったです。なんかまた来年のバースイベントもすっごい楽しみになってきました。本当にでも出る前はあーってなるんですけど、もう出たらもうやるしかないじゃないですか。なのでもう今はもう達成感と、もうなんか楽しかったなーっていう気持ちがあります。楽しかったですか？ありがとうございます。私も楽しかったです。鈴木梨花子でした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。じゃあね。ありがとうございます。はい、バースデーイベント終わったんですけど、そうですね、アンジュルムに入って初のバースデーイベントで、もう人生初ですかね、バースデーイベント人生初だったので、もう最初はすっごい緊張したんですけど、でもやっぱり終わってみればなんか楽しかったなーとか、なんか達成感があるなーとか思って、しかもこの可愛い衣装で踊れたりとか、歌って踊れたりとかして、もうなんか私14歳の目標が、自分のことは自分でやるいう目標なんですけど、なんか全部歌は自分で練習したりとか、あとこう移動するのも自分で考えたりとかもしたので、だからなんかその、今日はその移動するとか、なんか自分で考えれたなって思って、なんか達成感に満ち溢れております。はい、ゲストのねお二方も来てくれて、すごくもう嬉しかったですね。なんか先輩方のバースイベントの DVD を見てて、先輩方がその歌ってて急に入ってくるとか、その一緒に歌ってハモってるとか、なんかそういうの見てて、なんか私もバースイベントの時誰か来ないかなって思ってて、マネージャーさんとかに聞いてたんですけど、なんか笑って流されちゃってすごい、あ、来ないのかなって思ってたんですけど、来てくれてすごく嬉しかったです。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。
バースデーイベントが終わったんですけど、うん、お疲れ様。ありがとうございます。お疲れ様です。今日はゲスト来てくれないかと思ってたんですね。そしたらこの2人が来てくださり、やっぱりなんかメンバーの皆さん来ると安心しますね。なんか本当、はい、よかった。わかります。わかります。わかります。本当に、うん、ずっと来てると緊張するじゃないですか、うん、なんかメンバーの皆来るとああみたいな、めっちゃ落ち着きました。はい、緊張なくなって。リカコでかいから赤色見なきゃいけない。そうですいいよ。そうですね、5月28日で14歳になったので、おめでとう。ありがとうございます。14歳になったので、うん、抱負ですか、うん、まあ、自分のことは自分でやるですかね。でも全部いい、ね、ママに頼りっぱなしなので、いい、全部、うん、自分のことは自分でできるようにしたいなって思います。頑張って頑張って、このね、はい、赤いたちが出る前ずっと見てたんだけど、りかこの見えないようなところで見てたんだけど、うんうん、はい、その時ムロがね、すっごいずっと騒いでたの。なんで？もうね、なんかテンション上がっちゃって、本当にめっちゃうるさかったの。なんで？超テンション高かったの。リカコって来たよ。そう、ずっと踊ってんの。好きな先輩とか。面白い。で、一回見せるつもりですかとか言ってなんか振り付けをめっちゃやってたり。すごいね、テンション高かったからね。そう、よかった。出た時ね、でも面白かった。はい。ありがとうございます。じゃあムロもね、バスイベント取るじゃん。そう、それもう少しじゃん。マジ緊張する。どうしようかな、行こうかな、行かないかな、わかんない。誰か来るかな。誰も来ないかな。ムロは多分あの大人なんで一人でできると思うんですよ。あ、本当？だから来ないと思う。そうだね。でもしかしたら誰も来ないかもしれない。あれ？みんなスケジュール入ってるかもしれない。これから忙しくなるからね、みんな。そうですね。これから忙しくなる。期待しなくて、で来た時の嬉しさ、半端ないよ。ああ、はい、半端ない。確かに。それは良かった。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。